山山添添拓拓君日本共産党の山添拓です下関北九州道路について伺います。今年度、国直轄事業に引き上げ、調査費が4000万円付けられました。そこに恣意的な判断が入り込み、利益誘導、あるいは忖度があったのではないかが問題となってきました。下関北九州道路のように、地域公規格道路の調査を国の直轄事業に引き上げ、調査費を付ける際の判断基準は何ですか。 池田道路局長今ご指摘のありました地域公角道路に限らず直轄調査を採択する場合におきましては、データに基づく渋滞や交通事故などの道路交通の課題の状況、および周辺道路の整備状況などを総合的に勘案した上で、個別の路線の調査 調査着手を判断しているところでありますまたあの、なお、あの地域ごとに地形や気候や産業構造などが違いまして、多様な実情がございます、また物流の効率化、地域の活性化、観光振興、地域医療防災など、それぞれの地域が求める政策ニーズも多様でありますから、こうした地域の実情を踏まえながら、路線ごとの個別に調査の実施を判断しているところでございます。山添いいろいろおっしゃるんですけども 結局あの、最終的には総合的な判断、個別判断ということで、客観的な基準はないわけですね、あの確認ですけれども、国直轄で調査を行った事業は、結果としてすべて国直轄で整備を行って、調査だけで終わったという事業はありませんね。池田道路局長直轄の調査に入って、えー 入った事業につきましても、えー、長期間、えー、事業に着手できていない、まあ、現在においても長期事業に着手できてない事業がございます山添拓君。中止したと、これやめたというものはあるんですか池田道路局長 <laughs>、えー、将来にわたってやらないというふうにはっきりし,しているものはございませんが、長期間やってないものはございます山添拓君。まあまあ要するに、計画としては残ってるわけですよ。 あのこれ整備段階になると BYC などを見るので、ちゃんと見るんですよと、客観的に見るんですよというわけですけれどもまあ、BYC の段階に行きますと、これ、一応上回るように数字を操作するというのが常でして、東京はアクアラインのように、計画交通量と実態とか実績とか大きく乖離するという例はいくらでもあります。だからこそ、調査費をつける段階での透明性が問題なわけです。ところが、その基準は総合判断、客観的なものはない、申請が排除されないということであります。 海峡横断プロジェクトとして2008年に凍結された計画を、国土強靭化を謳う安倍政権の下で復活させたのは石井大臣であります。大臣は2016年の夏ごろ、下関・北九州道路は、他の5つの海峡横断プロジェクトとの違いがあるのではないかという問題提起をしたとおっしゃいます。大臣、なぜそのような問題提起をしようという気になられたんですか石井国土交通大臣。 私、2015年、平成27年の10月に国土交通大臣に就任をいたしまして、その後、福岡県知事さんや山口県知事さん、また地元の市長さん等から、この下関・北九州道路について、 ご要望まました、まあ当初はあの、まあ、事務方からの説明によりまして、まあ、平成20年3月にこの下関北九州道路を含みます6つの海峡プロジェクトこれは東京湾口道路伊勢湾口道路北丹海峡道路それから豊揚海峡 から関門海峡、そして島原、天草道路ということであります、海峡ということでありますけれども、この6つの海峡プロジェクトについては、今後、直轄の調査を行わないという決定をしていると。 いう説明を聞きまして、まあ、当初は、まあ、そ,うそういうもんかなということで、いろいろご要請を伺いましたけれども、お、ま、そ、あ、らく相当そっけない対応をしていたのではないかというふうに思いますが、まあ、その後、翌年28年の4月に熊本地震が発生をいたしまして、救援物資等の輸送で、この関門海峡、関門道路関門海峡大橋が非常に重要な役割を果たしたと。 いうことを再認識をいたしまして、やっぱり災害時の代替路の重要性ということも改めて認識をいたしましたし、またたびたび地元のご事情と伺っていく中で、えーまあ、現在、えー、関門道路、関門トンネル、関門海峡大橋あるわけですけれども、えーまあ 渋滞が激しい、あるいは頻繁に通行止め等があると、まあ、そういったあの現状の道路についての課題もあると、まあ、そういうことも、ルール聞くことになっておりまして、まあ、私の中で,です、ね、徐々にこの関門海峡、下関北九州道路については、他の5つの海峡プロジェクトとはやっぱり違いがあるんではないかという思いが、 まあ強くなってまい、えー、りまして、えー、平成28年の夏頃に、えー、もうそういう問題意識をあの事務方に、えー、伝えたところでございます山添拓君あの。地元の要望があってということなんですけれども、まあ、その中には、2016年の3月31日、関門会、安倍首相も入った、えー、関門会の要望、この中で、えー、下関北九州道路の早期建設促進が話題となって、 要望することとに至ったとこの関門会の要望も、その地元からのいろんな要望の中に入るわけですね石井国土交通大臣あの。関門会の要望も平成28年3月に受けたことは確かでありますけれども、あの先ほど言いました私の問題意識の直接のきっかけになったものではございません山添拓君。いろいろ要望があると言いながら、なぜかこの3月の関門会の要望は違うんだとおっしゃるんですね。 あの他の5つの海峡横断プロジェクトとは違うと、こういう位置づけをされたのも、これも地元の要望から出た発想なんですか石井国土交通大臣。まあ位置づけをしたといいますか、まああの、地元の実情を聞くと、で私なりに、えー、やはりこの6つのプロジェクトを整理をしてみると、やはり違いがあるんではないかという認識をしたということであります。山添拓君2016年の8月1日 下関北九州道路整備促進大会が下関市で開催されています。小川宏福岡県知事は、海峡横断プロジェクト凍結という呪縛を国に解いてもらい、早期に調査に入っていただきたいと述べたといい、経済界で作る関門連携委員会の吉村武志委員長は、第二関門は既存のルートを補完強化するもので、他の海峡プロジェクトとは違うと訴えたのだそうであります。ですから大臣が言う、他の5つの海峡横断プロジェクトとは違うというアイデア、まあ、これも こういう地元の要望から出てきたもんじゃないんですか石井国土交通大臣あの、まあ。シンポジウムですか、その件について私はよく知,ってあの知りませんけれども、まあ、あの地元の実情等々を聞く、えー、に及びまして、えー、他のプロジェクトとの違いがあると。 あのやはり関門海峡というのは、本州と九州を結ぶ日本の大動脈でありますし、また現在ある関門トンネル、あるいは関門海峡大橋につきましても、慢性的な重大や頻繁に通行止めが起こっている、とまた災害時にやっぱり大退路の重要性もあるといったことで、他かの海峡プロジェクトとは違いがあるというふうに認識するに至ったということでございます。 山添拓君否定はされませんでしたあの海峡団プロジェクトのままであれば、凍結されていて動かせないので、まあ、これとは別の位置づけをすることで動かすようにと要望されて、まあ、大臣がそれにそのまま従う形で、まあ、省内で問題提起を行ったということでありますで。資料をお配りしておりますが、大臣の問題提起を受けて、国交省が作成をして大臣に説明した際の資料が、2016年10月7日付とされる、えー、2ページ以下の8枚であります。その後大臣は 11月16日の衆議院国交委員会で、公明党議員の質問に答えて、下関・北九州道路は他の5つの海峡横断プロジェクトとの違いがあると認識しておりますと、こう答弁されるに至ります。でところが、この間ですね、夏ごろから10月、11月までの間に、下関・北九州道路に関して国交省内の資料というのは、これ8枚しかないということなんですね、であの2枚目から見ていただくと、パンチの跡が見えますけれども、ファイルされていたもののようなんですね、これ、何のファイルでしたかで、前後には何が閉じられていたんですか。 池田道路局長当時の資料の確認をいたしましたが、下関北九州道路の必要性を再整理するに至った資料としては、この提出した資料、および11月16日の国交委の答弁書を大臣に説明した資料、これ、ほかにはございませんでした。山添拓君何もお答えになってないんですけど、私、今日ファイル持ってきてくださいって言ったんですけど、お持ちですか。池田道路局長 ファイルを提出するようにとのことですけれども、先ほど申し上げましたように、下関北九導論の必要性を再整理するに至った資料は他にはありませんでしたので、ファイルの提出については差し控えさせていただきたいと思います山添拓君経済調査室の担当者のファイルであって、これ、雑多なもの、いろんな資料の中に紛れていたものだというふうに昨日伺いました。でということは、ね、かの,の資料、他のファイルの中にも、どこかに埋もれてる可能性あるということなんですか。 池田道路局長この当時の担当者の聞き取りを含め、資料の確認をいたしましたけれども、下関市、宅種道路の必要性を再整理にするに至った資料としては、 先ほどの提出いただいている資料と、11月16日、国交委員の,答弁,書の際答弁書を作る際に大臣の説明した以外にございませんでした山添拓君。3年前の話ですので、データやメモやメールの類もあるかと思います、確認いただくように、理事会でも協議いただきたいと思います五、はい、国理事会で協議いたします山添拓君大臣に伺いますけれども、他の5つの海峡横断プロジェクトとは違うというのは、これはどういう意味なんでしょうか。 下関北九州道路は海峡横断プロジェクトの一つなのか、それともそうではないということなんですか石井国土交通大臣あの下関北九州道路は海峡横断プロジェクトの一つではありますけれども、一方で、えー、他の五つの海峡横断プロジェクトというのは、えー、これは現状、トンネルも橋もございません、つくるとすると、全くの新設の道路ということでありますけれども、この 関門海峡についてはすでに、えー、関門トンネル、関門海峡大橋という現在2つの道路があると、なおかつその2つの道路にさまざ、あ、まな渋滞ですとか通行止めといった課題を抱えていると、す、え、で、ーまあ、につながっている幹線道路の課題の解消といった性格も下関・北九州道路は持っているということでございます。 山添拓君。で、しかしこの八枚の資料のどこにもですね、他の五つの海峡横断プロジェクトとの違いというのは。明記されてないんですね。大臣の十一月十六日の答弁では、他の五つのプロジェクトとは違いがあると認識していると明言されてるんですね。これいつ誰が整理されたんですか。石井国土交通大臣。あの、それはもう地図を見てみ、いただければ分かる通り。他の五つの海峡プロジェクトは、あの、トンネルも橋もない。それに対して関門海峡はすに。 トンネル橋があるということで明確に違いがあるとでなおかつその現在のトンネル橋が様々な交通渋滞や通行止め等の課題を抱えているということでありますからそれは明々白々たる事実ではないかというこうういふうに思います山添それは11年前も同じなんですよ2008年時点でも国交省が凍結をした際プレスの資料では 海峡横断プロジェクトの調査については、個別のプロジェクトに関する調査は今後行わないとしていたんですね、で下北道路も海峡横断プロジェクトの一つでありながら、調査を再開していくというのであれば、これに反するじゃありませんか、その大事な判断を大臣の問題提起と、この8枚の説明資料のみで行ったとおっしゃるんですか、しかもこの8枚というのは、私が確認しただけですが、だけでは、うち4枚は整備促進規制同盟会の資料そのまま引用したものですよ。 それだけで判断されたと、明明白白だと言って判断されたと、こうおっしゃるんです石井国土交通大臣あの。他の5つの海峡横断プロジェクトと比べて、えー、現在すでに道路があるということと、すでにつながっている既存の幹線道路があると、そこにまたあの課題があるといったことをまあ整理したあの資料だと思います。 山添拓君ですから、決定過程は極めて曖昧なんですよね、あの透明性を確保するために、冬柴大臣の時代に、えー、国会に諮ると約束した答弁がありました、でそれを曖昧にして、自爆を解くと、地元の要望によって、他の海峡横断プロジェクトと違いがあると、こういう言い方で、えー、復活を可能にしていくと、私はそれ自体が恣意的な判断であると思います。 この地域高規格道路というのは、調査段階の候補路線と、整備に進む計画路線の2段階で指定をされます。94年に第1回の指定がされ、98年の第2回の指定で、候補路線110路線、計画路線138路線となりました。現在の候補路線108路線だと言います。これまでに候補路線から計画路線に格上げになった路線はいくつありますか。池田道路局長。 地域各道路の広報路線が平成20年の時点で110路線ありましたけれども、その後に28年4月と29年4月に1路線ずつ計画路線に指定されまして、現在は108路線になっているということでございます野君あ最後に質問しますけれども、計画路線は大臣が指定するとされています、広報路線から計画路線に格上げする場合の手続き、その判断基準についてご説明ください池田道路局長。 地域公共の広報路線は、地域公共道路として整備を進める妥当性や緊急性について、基礎的な調査をする路線ということであります。で地域公共の計画路線は、地域公共道路として整備する路線ということで決めております。で、その指定について、都道府県からの要望を受けた上で、広報路線については道路局長が、計画路線については大臣が決定するという、こういう仕組みになっております。 山添拓君時間が来ております時間ですので終わ,す終わりますけれども、かつて凍結に至った経過も過去の国会答弁も事実上無視をして、恣意的な判断を可能にして道路建設ありきで進むことは許されないこのことを強調して質問を終わりたいと思いますこの際、委員の移動についてご報告いたします。本日高橋克典君君がが委員を任任さされれその補欠としして藤木真也君が選任されました 平山子君はい、えー、無所属クラブの平山幸子です。